はい、今日はこちらの星型の形をしたキャンドルケースを作っていきます。このような100円ショップでも手に入る LED のキャンドル型のライトですが、このように中に入れてキャンドルケースとして使うことができます。こちらは15センチの折り紙で作ったもので、こちらは 17.5 センチの折り紙で作ったものです。中に入れるライトによって使う折り紙のサイズ決めてください。では作っていきます。使う折り紙は1枚です。あと、ハサミを用意しておいてください。まず、色の面を上にして三角に半分に折ります。開いて反対側も三角に半分に折ります。開いて、今度は白の面を上にして四角に半分に折ります。開いて、さらにこちらも四角に半分に折ります。はい、そして色の面を上にした状態で折り目通りに折りたたむと、このように四角に折りたたむことができます。そして開いた部分を上にして、閉じた部分を手前に置いて、手前の両側の縁をそれぞれ中心に合わせております。反対側もそれぞれ両側の縁を真ん中に合わせております。そうしたら一度開いて、今つけた折り筋に沿ってこの間に手を入れるようにして開いて、このように広げております。こちらもこの部分を開いて折り目通りに開いております。残り2箇所も同じように折ります。はい、そうしたらここの線でハサミで切り落としていきます。ここの部分、色と白のちょうどギリギリのところで、このように切りました。そうしたら両側の角が中心に合うようにこのように折ります。
両側の角が中心に合うように、はい、残り2箇所も同じように折っていきます。はい、しっかり折り目をつけておいてください。そうしたら今つけた折り目を広げます。全部広げます。そうするとこのように斜めに折り筋がついていますが、この折り目でこのように内側に折り込むようにして折り直していきます。この斜めの折り筋でこのように内側に折り込んでいきます。残り全部同じように折っていきます。はい、このように折れました。そうしたら、今度はこの角と角を結ぶ線で、上の角を下にこのように折り下げます。めくって、ここも角と角を結ぶ線で下に折り下げます。はい、残り全部同じように折ります。全部このように折れたら、今度はこの角を上の縁に合わせて折り上げます。はい、このような感じで全部この角を上の縁に合わせて折っていきます。はい、全部折れました。はい、そうしたら開いて指を入れるようにして、そこを開くように潰して、箱の底の部分をこのように指を入れながら底の部分を作っていきます。はい、このように広げていきます。はい、そしたらこの小さい上に折り上がっている三角形、この部分を脇に引き出すようにして、この中三角の中心部分を山折りにして、このようにつまむようにして、はい、このように外側に向けて折っていきます。残り全部同じようにこの三角形を外側に引き出すようにして、三角の中心の折り目をつまむようにして、このように折っていきます。
はい、これでとても綺麗な星型の形が出来上がりました。ここにこのような LED ライトを入れて、これで暗いお部屋で明かりをつけてみましょう。はい、ではこれからこの明かりのついたライトをこのキャンドルケースに入れていきます。はい、このようにキャンドルケースにライトが入りました。今からお部屋の電気を消してみます。はい、どうでしょうか。暗いお部屋にキャンドルが灯ってとても素敵な雰囲気になっています。折り紙を透けて見える明かりがとても素敵ですね。ぜひ皆さんも作って暗いお部屋にこの明かりをつけて楽しんでみてください。